時速20キロで流れる殺人プールか。めったなことを。案内してくれ。先ほどからお待ちでございます。本日の流れのスピードは20キロは超えておりまして。この中をか。一度も上がっておりません。最も消耗の激しいバタフライだぞ。バケーション中だぜ。何の用だ、ストライダン。体重100キロを超えるカマキリ。天才だな、あの子は。さすがはハンマの血。というより君のライバル。いかに巨大化しようが、想像はあくまでも想像。輝かしく彩られるはずだった衛星放送の歴史は忌まわしい記憶からスタートしたのでした。忌まわしい歴史を塗り替えるため、ダラスのイメージを回復するため、見えてきたようです。当時の10倍と言われる警備に守られ、あの場所を今通り過ぎようと。山本さん、何かあったようです。東洋人の少年が大統領を運び去ったのです。まだ随分と若いようだ。18歳になったばかりです。この店に入った理由は、狙撃される窓がない、現場から近い。君の要求は。合衆国アリゾナ州立刑務所。あのモンスターに一体何のために。速攻あんたに暴行を加える。死なない程度にね。知らせてやんなよ、外の人たちが心配している。プレジデント、ご無事で。現金を。大統領は約束を守った。そしてもう一つはここ。通過。ここで脱ぐんだ。こっちだ。その様はまるで精密検査。すごい肉体だな。君の緊密度は彼らをはるかに凌駕すると言えよ。そうですか。おそらくは世界で唯一刑務所を自由に出入りする囚人。君の名を告げた途端、すぐ連れてくるようにと。この厳重さがそのままここに収監される者たちの質を表しているようだ。それだけ毎日分けてあげるからね。しかし何より驚かされたのは、好待遇なんて表現では到底収まらぬ。ウェルカム、ミスターバーキー。なあ、座りな。最高級のジャスミンティーの2番茶だ。オリバさん。で、練習台にぜひ俺をと。おりゃ、ここのナンバーワンだぜ。あえ話が。ここで一番喧嘩が強い坊やは、今日プロテストを受けたばかりの練習生ボクサー。喧嘩の話をしてんだ。来週俺はファイトする。ここのルールは監視が優しく教えるだろう。空きベッドが2つ。俺の部屋。あ、アイアンマイケル。マイケル、ナンバー2って君のことだったんだ。俺などベスト10にすら入っちゃいねえ。口は災いのもと。もうお休み。服
を着てね。セカン、2m40。 何？君が大統領ボッシュにしてのけたこと、心から称賛したい。なぜ清掃箱に？ウォリアーだからね。この場であんたをぶっ倒したら俺がセカンになれるのかな。